えー、本日はどうもあのー、僕たち、えー、夫婦を選んでいただきまして、本当にありがとうございました。あり,ありがとうございました。あのー、今年はまあ、とにかく、その世の中の状況的に言うと、ポジティブかネガティブかで言うと、どちらかというとネガティブなニュースだったり、話題だったりというのが非常に多かった。1年だと思います、えー、僕たちもあの普段あの順列というグループを。 えやってておりまして、えー、歌を歌っておるんですがすべ、えー、てのステージがなくなりましてお客さんの前で歌うということがあ一度もなかったんですけれどもそんな中、あのー、それまで、えー、仕事がずっと忙しかったのでなかなか夫婦で生活をする夫婦で時間を取るというのがなかなか持てなかったんですが、まあ、これは本当にもうその不幸中の幸いといいますか。あのー コロナの影響で仕事がなくなったことによってあの家にいて奥さんと一緒に過ごす時間があのたくさん取れたんですねでその中で改めてあの夫婦の、まあ、関係といいますかあ普段奥さんがどのように えー、生活しててとか、あどういうことをやっててとか、改めて僕は再認識したというか、あ知ったんですけれども、まあ、そういった中で、えー、改めて、えー、夫婦のあり方みたいなものを考えた、あ考えさせられた一年だったと思っております。えっ、ー、とリリコと結婚して実感したことは、僕の先に僕の両親だったりとか、僕の家族だったりとか、あ僕の親戚含めてですけれども、あのそういう 家族全体としてファミリーとして僕のことを見てくれているというのがすごく、えー、はっきりと分かりまして、まあ、結婚の時からそれはそうだったんですけどもだから僕もスウェーデンにいるリリコの家族というものをものすごく大事にしなきゃいけないなとあ改めて、えー、思ったそういう次第であります。なので、あのー、僕は 今回、えー、この賞を頂い,いて、まあ、本当に世の中的にはあのネガティブなニュースが多かったですけれどもあの残り少ない2020年ではありますが、えー、今回聞いたところによりますと22回目の「いい夫婦の日で」でまさに夫婦の回で、うん、2020年でそれも夫婦でもう本当に「二がたくさんつく、うん 1>, ね、あの1年なのでせめてあのこれからの残りの数か月は「夫婦」というか「二の「 にと笑うにで生きたいなと思っておりまして。なるほど純烈のなんか舞台トークだね。すいません申し訳ございません。はい最近営業がないものでこういうの喋る機会がなかなかないんですけれども。はい申し訳ございません。本当いろんな意味でありがたい賞をいただきまして本当にありがとうございました。来週の私の誕生日忘れないでそうですね。そして11月16日リリーグの誕生日でございます。はい。50になります。そして僕も来年追っかけて50になります。 2人合わせて100回でございますんでえ記念すべき年になりますんで頑張っていきたいと思います本当に今日はありがとうございました今まではね1年でディナーを一緒にできたのが5回ぐらいなんですよそれだけずっと地方回ってたりとかあとは えー、始発っっていうんだっけ最初の新幹線で行って最終,最終と始発ねで帰ってきたりとか、ね、だからご飯を一緒に食べるっていうのがなかったんですけど今、毎回というか毎日一緒に食べてで私の料理のレパートリーもすごく増えて。うん そうなんですだから、うん、結局食事を一緒にすることが増えたので会話が増えるんですよね自動的に、うん、そうすると会話をすると例えばあ楽しいこともあれば。 当然お互いの僕が、まあ僕がリリコに愚痴言うことはあんまないんですけどリリコは僕に愚痴言うことはよくあるんですけどあのそういう,こう愚痴を言われるということに対して幸せを感じるというか <laughs> もう僕はもういっぱいありますけど例えばあの料理のレパートリーがさっき増えたって言ったんですけどあの料理のレパートリーが増えるだけならまだいいんですけど料理のレパートリーを増やすためにあの台所周りを一新するという。 あのすごいなと思って要するにそのあれはオーブンレンジあれなんていうのあれあ、あのー、ガスコンロ台ね,ねもう全部オーブンとンキッチンごと変えて要するに調理の仕方が変わるんですよ <laughs>、はい、でも一からなのでだからもうそれは俺すごいなと思って本気度が私からしてみたら、まあ、あの仕事は今結構増えておかげさまで順列も。だからその 私の条件であるこの結婚の条件であるそのやっぱりハッピーに楽しく家を出るっていうのがとっても大事なことだと思うんですよ。ああなんか買ったらいいな今日も仕事かよあじゃあ行ってきますっていうねいってらっしゃいっていうこっちの気持ちとよしみたいな楽しそうにしてるのがすごくいいなと思っていて、うん、それをちゃんとまあでも今までも見てたか。 そうだねそれをマスコミの皆さんの前でそれを言ったということは俺はそうじゃないってことやなそうしてほしいから言うてるってことやなそそううししててるじゃんそうしてたた、うん、かった <laughs> 今こうどんなお料理をレパートリーとして増やしたのかっていうのを聞きたいのと、うん、小田さん一番こうねりりこさんの手料理を食べる機会が増えた、はい、ということなので、はい、どれが美味しかったなもう一回食べたいな毎日食べたいなっていうのがあれば教えてください。 増えたのは、まあ、オーブンとグリル料理がすごく増えたのでいわゆるスウェーデンの,あのヤンソンの誘惑というじゃがいもとアンチョビのグラタン今まで日本に引っ越してきて一度も作ったことない本当に久しぶりにあのスウェーデンではもちろん作ってたんですけどあとやっぱりパンを自分で焼いてピザも自分で焼いて。 まあ僕はだからそのレパートリーで言うと今リり子が言ったものは全部おいしいんですけどさっき言ってたパンってあるじゃないですか,だかそのパンを家で焼くっていうのが僕も今までそんなに経験がなかったのであのあこれ家で作ったパンなのっていうぐらいおいしかったのは本当に思っててただこれがだからパンの派生でやっぱパン焼けるようになるとこっちもこうどんどん贅沢になるんですよあ,あれも家でできんのかなこれも家でできんのかなみたいな。<laughs> そうするとこうなんか最近こうネットねあのちょっと前ですよ見てると一時期ちょっとパンケーキ流行りましたでしょパンケーキがちょっと巷でちょっとこう YouTube とかのパンケーキの作り方みたいなであパンケーキの持って、ね、パンケーキを頼んだら骨折したんです。<laughs> はい、知らない人のためになんでよたよた歩いてるかっ <laughs> て言っていやもう感謝の言葉だらけですけど <laughs> あの僕はもういつも言うんですけれどあの自分が今までどちらかというとそのまあ 今こういう立場であの歌を歌うという仕事を主にやらせていただくようになったんですけどもともとあの普通にサラリーマンとして就職してそこから一度役者にやったりモデルをやったりして今に至るんですがあのここまでに至る道中で僕相当多分あの自分の。 親に対して今は親孝行を目標にっていうので順列やってるんですけどやっぱりあの親に心配かけたり、まあ、結婚もそういう意味では遅かったですからいろいろこう親に心配をかけてきたんですけれどもその親との接点というのを改めてリリコがこう作ってくれたというかなんとなく僕はあの自分の両親との間に少し距離を感じてたんですよでこっちからはなんかちょっと生きにくいというかあの何もまだ。 成ししししててなないいも当然それは「紅白」もまだ出る前の話なんですけどねあのそういうのがやっぱりずっとあったのででもそれを結婚したと同時にリリ子がぶち破ってくれたんですよね <laughs> あの僕の知らないところで勝手にうちの実家に行ってうちの両親と勝手にご飯食べて私の家族でもありますからね勝手にって言われちゃうと <laughs> いやそうだからまあ今面白くそういうふうに言いましたけどそういうので うちの両親も多分びっくりしたと思うんですけど、うん、でもそうやって来てくれることでなんかあうちの息子が結婚した人は私たちにも優しくしてくれるお嫁さんなんだっていうのをすごく強く認識したと思うんで、うん、結婚ってその家のためにするもんじゃないってなんかよく言うじゃないですか <laughs> もちろんそうじゃないと思うんですけどでも家のためじゃないとはいえ結果的に家のためになってるっていうのが僕はものすごい感謝してますよね。私もでもで 選んでくれてありがとうございます <laughs> <う>。<laughs> あんなにあの <laughs> 野獣だった私を <laughs> いや俺バラエティでね。俺だからあれですよ。<laughs> 俺あの正直あのバラエティでバリバリ活躍してる頃のリリコをあんまり僕知らないので、うん、あ,あのた, <laughs> たまに過去の映像を見るとやっぱり奥さんやから意識して見るじゃないですか。<laughs> えって思うもん。<laughs> お互い昔の ねお互いに、うん、がなんだろう好みじゃないね。うんうん、なんかめちゃくちゃモテてた時代あのいわゆる仮面ライダーとか、まあまあ,まあ、あったのかもしれないですけどね。そうそ<れ>竹之内豊さんに間違えられたんでしょう。あの怒られるからやめて。<laughs> <laughs> あの頃私なんか写真とか見るんですけど、うん、あの昔の出てたドラマとか、うんうん、あなんかあ今の方がなんか。 そうですか、うん私日本に来てなんかみんなもう本当太っちゃって主人がとかなんかもう本当に若い時かっこよかったってみんな言うんですけどこのぐらいの年代年齢でね、うん、結婚するともう大体どうなるか分かるもんねあ将来だいたい半分そこに来てるもんねだって、ね、まあまあそうですね、えーはい、すいませんそろそろお時間になりますので。 すいません。じゃ <laughs> こんなことあります？普通こっちを止めるんじゃないんですか。こっちが止められるってあります？申し訳これは申し訳ございません。こ,せんこんなパターンあるんですか？